はい、朝の3時ですね。朝3時ですよ。はい、いっぱいやって目が覚めました。はい、これはですね、飲んだ残骸ですね。ほら、ちょっと残ってるの。カルパスもあります。カルパスいっぱい食べましたね、飲みましたね。ちょっと片付けなきゃいけないから頑張って片付けますか。何よりもすごいのほら、シャトレーゼのワインをこれ梅酒ですね。梅酒はね、なんだっけ、どこ行った、あれどこ行っちゃったの。これほら、これもう飽きましたね、なくなりました。はい最後はワインで割ってますなんかまゆちゃん嬉しそうだね。ダメだよ。はい、こっち水とこの状態ですね。これは子供が食べてるんですかね。はいはい、片付けを科学しましょうか。この状態からどうやって綺麗な状態に持っていくかっていう問題がございましてね、一旦綺麗に片付いて、それから食べましたから、こういうのがあったりするでしょ。これはあれですね、まゆちゃんのご飯ですね。で、こっち側がまだこう、詰まってますね。これもあれだな、洗った後だよね、どう考えてもね。洗ったらこれみんな抜かないとダメですね。抜かないでいるとなるんですけど、すぐにこう抜かないと、中途半端にね残ってると洗ったか洗ったらないか分かんなくなりますから、食器洗い機はいつもすぐ洗っちゃったらみんなあげちゃうというね、出す時にあげちゃうというふうに考えると、ね、はい、ね、綺麗になってます。で、食器棚にどこに戻すかということをこう考えて、うちの食器棚っては右と左に分かれてますから、で、右側に遠い方に入れるのをできるだけ1回で持ってくるんですね。それは大きい順で入れるとこ決まってますから、こうやって入れてね、これもうみんな入れるとこ決まってるわけですから、ね、なんで1回で持っていけるんですかね。ほぼ1回すごいね。落として割ったら一発だね。気をつけましょう、それはね。こうやってこのまんまこっち行くと、こちらの上にだいたい入れる場所が決まってますから。食器棚を片付けるときの結構スライスがありますね。ここですね。で、大事なことは、マニュアルですね。これは必ず終わったら洗ってあげますね。必ずカスとか油が残ってるんで、切れたなーなんて思ってもね、やんないとダメですね。はい、ここからここの中にしまうんですが、ここをどういうふうに扱うか問題なんですね。これはあれですね、かなり高度なテクニックの必要となる場面ですよね。その食器棚に入れるものっていうのはありますけどね、食器洗い機ね、食器洗い機に入れるものがありますけど、まず長物ね、こういう箸とか何か、これを専門用語で長物、小長物ね、これは大長物ね、
そういうふうにいろんなですね、専門用語でね、俺の専門用語だな。あで、この粉がのものは粉がないんで、やっつけなきゃいけないな。ちょっとお湯が出るんですよ。粉がものは粉がもので、やっつけなきゃダメだよ、ベリー。で、ね、洗剤でね、必ず一回塗るってやつね、こうやって。洗わなくてもいいから塗りましょう。そうすると、油がここにこう、くっついてくれますから、油をこう流してくれるからね。で、ここまででこっち側に入ってるものがいっぱいありますので、これ一回戻してやりましょう、こっちにね。もうこれ一回確か洗ってますからいいんですけれども、で大きさを変えながら、こう見ながらね、こうやってこう変えていきましょう。ちょっと緩みながらね、一回油を拭わないとダメですね。食洗機っていうのは魔法の洗い箱じゃないから、必ずこういうふうに油を一回ね拭い取らないとダメです。天ぷらしましたからね、ちょっとこの辺のやつをみんな使って、みんな使ってたんだね。これ懐かしいね、おやつに買ったよ。まああの辺は持っていけないよね。カープパタルといってはね、かなり厳密に手順の決まってるカープですから、これはどうしたら一番綺麗で効率が良いかっていうのはね、みんな決まってますんで。大事なのはこういうふうに洗剤でちょっと拭くことが、あとのものがここにこう、お湯の中に入るっていうのがね、大事ですよね。やっぱで、こういう材系も上に入れて、鍋系も OK です。これはあれですね、うちの奥さんのお弁当ですね、今日のね。これは油をね、やったやつですね。もう2回ぐらい洗ってますけどね、油っぽいのは取れないから、今度は3回目で、これ仕上げになりますね。あとたちは難しいところっていうのは、なんていうの、手順のなり、正しさ、間違いさっていうのがないっていうところですよね。本当にもう、これが正解っていうのはないんですよ。大変、あれですね。これなんか、ルアーみたいに作る道具ですね。すごいね。うちも娘が買ってきてましたね。だんだん途中がね、詰まってきましたね。ね、こうやってだんだん洗剤でこうやっつけられていきますね。で、これは毎日ね、
はい、やっぱこうやって上から洗剤がね、洗剤でこすったやつがこう入ってますから、ガールがもういいですね、これね。ガールっていうのが OK でしょ。これももういいですね。で、これもう昼からずっと使ってやりました。これは甘いのは、鍋ですね。これは食洗機の中に入ったら、弱らいから入るので、うちは弱らいと、水弱らいしますから、弱らいとね。んで、これは内側は洗って終わりです。んで、ここにみんな洗い物溜まると、こう、きれいになりますから、ここもね、ずいぶんね。ここ一旦、クリア。ね。もうクリア8年。クリア。押してあげて、ちょっとこっち見てみましょう。そうすると、こっちに今、小鍋があります。小鍋がね。小鍋ね、この小鍋にこれをこう入れちゃいましょう。ちょうどこれ入るねっていう大きさがありますから、それをこう入れてあげてね。これは保存用のミルクパンですね。ミルクパンちょうどいいです、保存するのにね。もう小さい蓋いっぱいありますから、そうするともう完全になんていうの、食べ物は食べ物としてクリアかかってますよね。クリア、クリア、クリア。はい、それで冷蔵庫を開けてやるといろんなものが入っております。最近の冷蔵庫はここが大きくて、新しいのは小さいんだよね。もう本当に食生活の形が変わったからこうなっちゃってるね。悪くないですよ、別に。お客さんのニーズに合わせて商品作るのが皆さんの仕事だからね。これまいちゃうのがですね、うちはまゆちゃんも家族だから、家族の食事はみんな僕作ってますからね。まゆちゃんのご飯やっぱそこら辺の生活習慣病っていうか、膠原病になるやつなんかよりも本当にいいものを食ってますよ、うちでは。本当どんな一生を過ごすかね、楽しみだよね。早い話、俺よりちょっと早く死ぬと思うけどさ、どんな風な人生生きるかね、あいつは。いや、もう生きてるでしょ、ここで今なんか食えるかな、おい、なんか食えるの俺、なんていう感じで出てきたけど、もう寝たの。まゆ、だいたい金玉振り出して寝てるよね。いないね、いないね。どこに行った、いないね。え、いないじゃない。まあいいや、ここいないってことはちょっと不穏な雰囲気がありますよね。はい、じゃあ続きましょう。これはあれだね、使い終わったやつだね。これは洗わなきゃだ。あとパターンって大事なところだね。箸はね、まず最初にこうやっとくと、もう木だから悪くならないからね、これでね。ここも別に今入れなくてもいいですよね。回さない、回すよりちょっとあるぐらいだから。これは入りますとね、ここ十分きれいになりますよね。だんだんまた出ますから、またちょっと出ますからね。それでここが、ここをちょっといじらないとなのですね。大抵はガスレンジになってますから、電子処理器の場合もあるけど、ガスレンジの場合はこのトルグというか、なんていうか、これを開けてやって、ここを拭ってみたいですね。ちゃんときれいにしてやれば、きれいになってきますよね。
ほら、切った。それでここの部分にこれ洗ったやつですね。洗ったやつをまず一回水切りをしましょう。ものを片付けるだけで、で食洗機っていうのはそのあくまでゆすり乾燥機っていうふうに考えればいいんですね。ゆすり乾燥機、ゆすり乾燥機、ゆすり乾燥機。まあ夜中にこれからパタッとしてるといいよね。なんか人生ってこういうんだよなって考えながら、生ゴミはその日のうちに片付けといた方がいいですね。お、随分片付いてきました。もういいぐらいですね。ここここうだと朝あの料理できませんから、それから、このので拭かないといけないですよね。料理を食べた場所をね、ここね、こちらね、これを拭いてあげましょう。これはシャワーについて、これまた買っていきます。はい、これね、ここをきれいじゃないとダメですから、ここをきれいするんだけど、一時的にまだ水切りが足りないんで、もう一時水切りがあったら水切りをしますね。こうやってよいしょ、これでね、OK ですね。で、次にここにね、こういうのがあったんですから、これは明日、シャトレーゼに行って白ワインが入ってきます。これはいいよ、本当にいいよ、シャトレーゼの白ワインは。これはもう紙パックいらないですから、紙パックは通常こういう風に入っていて、ここずいぶん水が落ちてるでしょ。これは一時水切りの後ですよね。よし、じゃあ水切り、これは大体僕は出刃包丁使いますけれども、この人はこうやってね、大事なのはこうこう切った後で、こう縦にこう切った後で、反対側から、反対側からこちら側からね、こう入れてやるね。ちょっとこうになるね。前これ手でちぎってて怒られましたね。あの捨てる時恥ずかしいって。やっぱハサミでジョキジョキやるよりね、こっちの方が簡単ですよ。早い。何個か
あの溜まってるやつも一気にできますからね。ほらこういうのはまえちゃんのご飯にします。まえちゃんのご飯で、こんなゴミとかもちょっと残ってますから。でちょうど袋ですね、これね。あ、袋なのと思ったら袋だ、袋、袋だ、袋だ、パパッと、はい、こうやって踏まらさはる袋にこれを入れてやります。このぐらい少ないと新聞紙1枚なんですね。こうやって、まあ、新聞紙もね、最近新聞取らないかと思うから、生ゴミしてるとき困るよ、新聞取らないとね。おい、これでもう大変な建設事故よ。いかがでしょうねえよ。これでゴミですね。はい。匂いは外出ないからね、ゴミ捨てでね。それが一番いいですね。これやっぱ。で、ちょっとこう、かたしてあげて。行っちゃいますか。多分これ満杯になるぐらいかな、ちょうどな。難しいとこですね。まずは箸ですね、先手は箸。これはもう定位置決まってますから、定位置が決まってるものは定位置に入れていきましょう。で、こういうカッパ系は最後に入れますね。これが難しい、こういうのが。僕は大体ここに入れてますけどね。これもやっぱり高さがありますね。うちの奥さんとはもう全く異なってますね。これ小さいのは最後に乗る場所がありますから置いておきましょう。で、これはもう必ずここね。この辺置いておくと、こう下入っちゃうと、これがぶつかるから、こう、一番端ですね。こういう長物関係はね、長物系はね。この長物はちょっとまた傾向は違いますけどね。で、この辺のやつは最後にね。で、この辺の隙間に洗って。ここがね、フラット系の皿はここですよね。フラット系の皿。カーブ、R がついてるやつはここですね。もうみんな決まりがありますね。そんな立派なもんかいな。これね、こっち側にこう向けた方がいいっていうのが最近の発見ですね。これも定番の場所ね。この人たちは入らないけど、最後にこう上に乗るやつですね。最後に上に乗るやつを今中入れちゃうと、あんまり直前にもう一回出さなきゃいけないから、今ここまでにして、この人たちを最後に自分に乗せる。これはこっちでやるようにしますね。これは相当ね、議論が湧くとこですよ。うちのさんはここ綺麗じゃないと気に入らないから全部こう入れちゃいますからね。僕はここに残すのが好きですね。ここに盛り付けとけばいいんじゃないみたいな感じでね。まあ、このぐらいまで綺麗になってると、明日の朝起きた後で、いいかなっていう。はい、ということで、今3時15分ですね。20分ぐらいかかりますかね。ただこの後片付けこそが、料理作りの最も重要なね、プロセスだというふうに感じております。じゃあね、バイバイ。楽しいよ、料理作りも後片付けも。はあ。
ちょっと仕事どうすかね。ちょっとなんかここ汚ねえよな、洗ってやろうか。ほら前がなんか寝てる、この野郎。まゆまゆ、まあいいよね。はい、じゃあちょっとこう拭いて仕事に戻りますか。ちょっと来週また一揉めあるんですけどね。まあ仕事場で食事作るんだか食事場で仕事してるんだかよくわかりませんが、ほらこういうのが来ましたね。こんな一冊ね、昨日アマゾンから来ました。なんだろう、なんだったの、なんか面白そうだから買いますけどね。ねえ、どんな本だか、まあ楽しみですね。ここにもいっぱいありますね。ちなみにこれで最近来た本は何だっけな、楽しい本来てるんですよね、いつも。まあいいか、ほら金婚か。文献案内、文献しましたね。それよりこの木がすごいでしょ。もうこれ枯れちゃったんだけどね。こっちもカラカラになったけど、ほら葉っぱ出てきましたよね。これもね、いいでしょ。これ桜咲くよ、来年春。皆さんのところも桜が咲きますように。じゃあね、バイバイ。